やんなきゃいけないのに、うん、時間ない。ぶっちゃけ体育会のコネとかってあったりするのかな。どうだった今日は。もう楽しかったです。おはよう。おはようございます。北津市大学社会学部3年の西間里奈です。お願いします。今日の一日のスケジュールは何でしょう。今日は朝まずジムに行って、その後大学の方に移動してちょっと就活しようと思います。その後練習に行こうと思ってます。ちなみにどんな部活に入ってるんですか。私は体育会の応援部っていう団体に所属していて、うんうん、リーダーと楽器を兼任しています。いや本当にすごい。今日もねちょっとチアっぽい。ありがとう。お願いします。一日今何してるんですか。今は明日の面接で話すことをちょっと確認してます。ちなみに就活の状況をちょっと教えていただいてもいいですか。はい。一応見てる業界は広告とか IT とかが中心で、今はでも結構広くまだ見てる感じです。確かにまだ絞れないよね。絞れない。どこもいいなって思っちゃう。わかるわかる。結構本選考近づいてきてると思うんだけど、ちなみにインターンってどれぐらい行ったの。行ってて10とか。うん、あんまり行って行けてない。いや行けてる方だと思うよ。大会で忙しいのに。けどやっぱ部活とかがあると複数デイズとか行きにくいよね。そう、練習は優先したいから、そこの時点で結構申し込めるのが消されていく感じ。確かに。じゃあ企業理解とかどうやってやってるの。企業理解はネットで見る、オンライン訪問する、SNS かな。SNS どうやってやってんの。 SNS は就活アカウントみたいなやつがあるから、そこでちょっとメモしたりとか、それもノーションに結構書いてるし、本当に隙間時間使ってるって感じだね。ちなみに OBOG 訪問ってどれぐらいやった今まで。20食ぐらいかな。結構やってるね。部活の先輩とか、部活の先輩とか部活関係でつながった人とか。さすが体育会だわ。ありがたい。つながりが。ちょっとちなみになんですけど、ぶっちゃけ体育会のコネとかってあったりするのかなっていう気になって。入る前はあるかなって思ってたんだけど、実際は全然ないかな。本当にコネないんだ。分かんない。応援部だけかな。他の大会は分かんないけど、私のとこはマジでなくて、自力自力でもうひたすら OB 用事訪問して、ゼミをぶつけてみたいな。なるほどね。ちなみに OB 用事訪問とかだとどういうこと聞いてるの。割と体験談みたいなのが多い。仕事で大変だったこととか、新卒で入社して良かったこととか、ネットだとあんまり出てこないからそういうの聞いたりしてます。喋るのが好きだから、ネットで調べるよりも OB の方と話した方がモチベーション、やる気が上がる。確かにそうだね。実際になんか雰囲気とかも分かるもんね。全然違う。全然違う。話してる時に使う言葉とか、あと間の取り方とか、自分の話のどこにリアクションしてくれるかとかも全然違うから。そうなんだ。日本語は大事にしてます。私もやろう。頑張ろう。頑張る。ちなみになんか応援部ってすごい珍しいなって思うんだけど、なんかどんな感じなの。私たちのところはチアリーダーと学ラン来たリーダー全員が楽器も兼任して、活動内容としてはいろんな体育会の試合で応援することと、ステージとかでパフォーマンスすることがあります。楽器も弾けるのすごいね。一応部活トップっていうか仕切る役割で。役職的にはチアリーダー長だから練習
仕切ったりとか、うん、今後はステージとかも自分が運営する形になります。すごい、え、本当なんか忙しそうだね。自分たちで振り考えたり、あ、いろいろできるって面では。あ、なるほど。それこそ裁量権はめちゃめちゃそうだよね、自分たちが思うように運営するってことだもんね。ちなみにその部活ってどの時期までやるの？私たちは4年生の12月まで。わあ、まだまだ残ってます。じゃあ本選考の面接とか結構かぶっちゃうんじゃない？部活忙しい時期と。結構かぶる。でもなんか気分転換というか、就活だけじゃなくていろんなこと考えられるのはいいなって。ああ、確かに結構部活のこと考えて生きなきゃいじゃないけど、うん、できるかなって思います。素敵。就活と部活だけでも忙しいのかなって思うんだけど、その両立するモチベーションというかどうやってそう頑張ろうって奮い立たせてるの、自分のことを。1個目がめっちゃ負けず嫌いだから、1個始めたら自分が満足いくまでやりたいっていう感じで、部活も就活も全力で頑張ろうみたいな感じ、うんうんうん、でもう一個が結構周りの存在が大きいかなって思って、うん、同期もそうだし、うん、まあ、先輩方とか後輩もそうだし、うん、他の体育会の人とかも結構頑張ってるから私も頑張ろうって思います。会社に入ってもそういう感じで周りが頑張ってる環境だと頑張れそうだね、うんうん、そういう会社なんか見つけたいね。見つけたい。本当は会社の雰囲気とかが肌で分かるとすごいいいなって思うけど、うん、やっぱ面接とか、うん、書類とかでしか分かんないのが悔しい。そうだよね。オンラインですね今、うん、忙しすぎて、うん、いっぱいいっぱいになっちゃってもう嫌だとか思ったこととかってある？ちょっとある。ちょっとあるんだやっぱあ、もうやること終わんないみたいな時もあるけど、うん、そういう時は寝て、うん、寝て話して解消。やっぱそうだよね、うん、みんな、うん、あるよね、いっぱいいっぱいになった時。あるある、人間だもん。部活と就活で結構パツパツじゃないのかなって思ってるんだけど、効率よく進めるために工夫してることとかってなんかある？インターンとかさ、行きやすいじゃん、部活入ってない方が。部活外でもめっちゃやることあるね。